スター遊撃士のコンバット。それは長年チームを支えたショートがベテランの域に達したことによる守備負担の軽減、または若手の台頭に押されショート以外のポジションに移ることであり、かつて人気を博し結果を残したスター選手でもいずれは訪れる運命なんです。先日2000本安打を達成した坂本ももう32歳、ファンからはそろそろサードにコンバートされるのではないかとも囁かれています。そこで一つの疑問が生じました。かつてのスター遊撃士は何歳でコンバートしたのか。というわけで今回の動画は歴代スター遊撃士のコンバートをまとめてみました。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。かつてのスター遊撃士、今回紹介するかつてのスター遊撃士はこちらの7人です。なお今回のメンバー選考は90年代以降でショートとして5年以上の活躍、オールスターファン投票で選出経験あり、ドイツチームでショートから本格コンバートを経験を条件に選びました。紹介する情報にはショート時代の活躍、何歳でどのポジションにショートからコンバートされたのか、コンバート後の活躍とその後ショートには誰が入ったかを含んで1人ずつ簡単に紹介していきたいと思います。1人目、池山貴博。83年ドラフト2位でヤクルトに入団。87年からショートのレギュラーをつかむと、88年からは5年連続でホームラン30本を放ち、90年にはショートとして史上初の3割30本をマーク。しかし96年には怪我の影響もあり、レギュラー定着後では自己最少となる53試合の出場にとどまりました。そして翌年97年には宮本慎也の台頭もあり、32歳でサードに本格転向。2年間レギュラーとして活躍した後は代打に回り、2002年に引退。常にフルスイングするバッティングスタイルはブンブン丸の愛称で親しまれました。2人目、田中幸雄。85年ドラフト3位で日本ハムに入団。22年間日本ハム一筋でプレーしたミスターファイターズ。長年ショートとしてチームを支えますが、92年のキャンプ中に右肩を故障、1年を棒に振るいます。翌年から守備負担軽減のため外野にコンバートされ、キャリアハイの成績を残し、翌年再びショートにコンバート。それ以降はファーストや外野 DH で出場することもありましたが、主にショートとして出場。そして35歳のシーズンとなった2002年に FA で片岡敦史が阪神に移籍、相手サードに本格コンバートされました。ショートには金子誠が入ります。2003年からは主に代打としてチームを支え、日本ハムは2006年に日本一を達成、2007年には通算2000本安打を達成し、チームもパ・リーグ2連覇、ファンに惜しまれつつ同年引退となりました。3人目、野村健次郎。88年ドラフト1位で広島に入団。90年からショートのレギュラーをつかみ、長年主力選手として活躍。95年には3割1分5厘32本30盗塁をマークし、トリプルスリーを達成。しかし98年に股関節を痛め、サードやセカンドでの出場が増えます。そして2000年、これまで正三塁手だった江藤明が巨人に FA 移籍したため、34歳でサードに本格コンバート。空いたショートには東出明宏が入りました。それ以降は半レギュラー代打としてチームを支え、2004年には通算2000本安打を達成し、2005年に引退。10年から14年までは広島の監督としてチームを指揮しました。4人目、浜名千尋。91年ドラフト3位でダイエーに入団。2番ショートとして当時弱小だった福岡ダイエーホークスを支えます。また当時は甘いマスクで人気を博し、球界随一のモテ男として知られ、92年にはルーキーイヤーでいきなりオールスターにファン投票選出。93年95年96年もファン投票でオールスターに出場しました。そして97年、20世紀最後の大型遊撃手と言われた現ロッテ監督井口忠人が入団したことを受け、28歳でセカンドにコンバート。99年には選手会長に就任し、リーグ優勝日本一に貢献しました。その後はヤクルト、ロッテを渡り歩き、2004年に現役引退となりました。5人目、松井和夫。93年ドラフト3位で西武に入団。96年からショートのレギュラーをつかむと、メジャーに移籍するまでの8年間全試合に出場。97年からは7年連続で打率3割ベストナインを受賞し続け、特に2002年には打率3割3分2厘36本33盗塁をマークし、トリプルスリーを達成。2004年から2010年までメジャーリーグでプレーした後、2011年から楽天に移籍、ショートのレギュラーとして活躍します。12年にはチームのキャプテンに就任、13年の日本一に大きく貢献しました。そして2014年、39歳のシーズンに入ると守備の負担を軽減するため、ショートの他にもサードや外野を軽減。8月には首脳陣に外野の本格転向希望を伝え、2015年には外野手登録となりました。
空いたショートには後藤光隆が主に守り、16年からは茂木栄五郎が守っています。8月には NPB 通算2000本安打を達成、翌年以降は控えとなり、18年に古巣西武に復帰、同年引退となりました。6人目宮本慎也、94年ドラフト2位でヤクルトに入団。96年に池山貴博に代わってショートのレギュラーをつかむと、97年には初のゴールデングラブ賞を受賞、99年から2003年まで5年連続でゴールデングラブ賞を受賞しました。2001年には2番打者としてシーズン最多ギダのプロ野球記録を更新する67ギダをマーク、チームの日本一に大きく貢献しました。そして38歳を迎える2008年の途中からサードに本格コンバートされ、ショートには日本ハムからトレード移籍してきた川島慶三が入りました。2009年から2011年はサードとしてゴールデングラブ賞を受賞、特に2011年は打撃が好調で自身初のオールスターファン投票選出、加えてベストナインを初受賞しました。翌年2012年には通算2000本安打を達成、しかし13年途中からは代打での出場が多くなり、同年限りで現役を引退しました。7人目鳥谷敬。2003年ドラフト自由獲得枠で阪神に入団。2005年からショートのレギュラーに定着、2008年には初のベストナイン、2010年にはショートとしてプロ野球史上初の100打点を達成し、11年には初のゴールデングラブ賞を受賞しました。2015年までにベストナイン5回、ゴールデングラブ賞4回受賞、しかし2016年に入ると不振に陥り、これまで鉄壁を誇った守備でもエラーが激増、終盤には若手北条の台頭もあり、サードを守る機会が増え、翌年36歳のシーズンとなった2017年にサードへ本格コンバート、すると見事に打棒が復活、9月には2000本安打を達成しました。またサードの守備も軽快にこなし、サードとしては初、自身としては2年ぶりのゴールデングラブ賞を受賞しました。しかしその後は不振で控えに、そして2019年をもって阪神を退団、20年からはロッテでプレーしています。というわけで、7人のスター遊撃手を調べてみて分かったことをまとめると、こちらの表になります。本格コンバートした平均年齢は 34.6 歳となりました。コンバートしてからレギュラーとしての実動は単年で終わるケースが多いです。そして本格コンバート先、圧倒的にサードが多いです。やはりショートを長年守っていた守備力を生かしつつ、運動量の少ないサードがコンバート先に最適なのでしょうか。公認ショート、ショートの世代交代がスムーズにいったチームもあれば、数年はベテランでつないで若手にバトンタッチみたいなパターンもあります。また東出や井口のように期待の若手がショートを任されても守備に課題があり、後々セカンドにコンバートされているケースもあります。というわけで今回は以上となります。坂本選手は今はショートとしてバリバリで活躍していますが、いずれ時は来ます。阪神ファンの僕も小さい頃から鳥谷を見て育って、一生阪神のショートは安泰じゃないかと思っていましたけど、やっぱり時は来てしまいました。もしよろしければコメント欄で坂本がいつコンバートするのか、はたまたコンバートせずに現役を終えるのか、皆さんの予想を書いていただけたら嬉しいです。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。